先月8日、フレンテ西宮で西宮湯川記念賞の贈呈式が行われました。西宮湯川記念賞の贈呈は、日本人として初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士が受賞対象となった中間子論を博士の苦楽園在住時代に提唱したことにちなみ、昭和61年から行われています。今回の受賞者は立教大学理学部准教授の小林努さんです。西宮湯川記念賞は全国から推薦を募り、理論物理学の顕著な業績を収めた40歳未満の若手研究者に贈られるものです。小林さんの研究テーマは、最も一般的な単一場インフレーション宇宙論の構築、理論物理学の宇宙の分野に大きく貢献しました。西宮市は西宮湯川記念事業として、他にもさまざまな催しを行っています。続いて開催されたのは西宮湯川記念科学セミナー。京都大学名誉教授の佐々木美佐夫さんが、重力波とは何か、重力波で何がわかるのかなど、生まれたばかりの重力波天文学について解説しました。最後のうちにはガンマ線は音にできないので、誰かがベルをポンと鳴らすだけになっています。それは光の干渉というわけですが、その干渉のパターンを見ることによって、映像や図を使った説明に参加者は熱心に聞き入っていました。